ありがとうございます。もうすっかり春らしくなって、もう半袖がねもうね、まあ、ジャカキが早い、定番化してますか。定番なのはパパさんだけですよね。で、じゃあ昨日杉山さんと作った新一宮プロレスの、企画書ですね、はい、スポンサー募集の企画書、はい、これがちょっとね、あ、スポンサー募集の企画書なんだ。そうなんだ。じゃあ、いいですか。ぜひ開いてね、はい、もう1ページ目になるとね、はい、もう分かりやすくコンセプト、コンセプト書いてありますね。コンセプトって書いてあるんですよね。ほう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 。なんかね、コンセプトってね、何だったっけ、何だったっけって、ね、直訳するとってことですか。いやいやいや、俺たちのプロレスのこのコンセプト、はいはいはい、プロレスを通じてみんなを笑顔にしたいっていうね。ああ、なるほど。まあ、そういうことだったんだ、はい、いや、まさらず昨日閉じたんですよね、山さんと。いやいやいや、はい、兄貴とだってずっと喋ってたんですよ。ついててね、ごめんなさい。まあなんかね、はい、コンセプトがいろいろありまして、お年寄りからちびっこまで楽しめるエンターテインメントと、うん、次活動記録なんですよ。ほうほうほう。活動記録はね、2012年のね、あの設立っていうか立ち上げ的な感じでね、うんうんうん、もうすぐ2周年なんですね。はあ、そうですね。あ、その割には試合数っていうか興行数はそんなやってないんで、はいはいはい、まあ、まあね、でもみんなの支えがあってできる興行ですからね。そうなんです、ね、そんなバシ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 はあるかもしれないですけどね。って自分たちがやってる割には、そうなんだ、臨床心理士の監修によるさまざまなテーマとか ね、実施体制、会員12名、ボランティアスタッフ30人、しかもこのいいですね、駅秋祭り解散期間に保護者を含む300人、かっこ NHK 調べってNHK がおよそ300人の人が集まりみたいな感じで放送してたから、ああそうなんじゃ、いいんじゃない、300人ぐらい箔がつきますよね。ほら、ね、はい、NHK さんありがとうございます。そうですね。で、その後今後の予定がまあ書いてありましてね、これね、今後の予定に、ほら、書いてあるでしょ。でも字が大きいから見やすくていいですね。うん、おじいちゃんでもね、そうですね、金さえ出してもらえれば総裁になっていただけるからね、うん、字でかいっすよ。そうですね。今後の予定、はい、今後の予定は、まあ、まあ、5月11日の、ね、あ、ライスが、ライスサウンドが今日炊きたてライスをご提供ですね。そうです、毎日炊いております、当たり前ですが。そうです、はいはい、独身男性なんかね、1週間に1回炊いてね、はい、あとは冷凍なんでね、まあ、美味しい、美味しいですけどね。具体的な協賛なんて、ここがやっぱりね、この今日のこの放送、実はここなんで、みんなに伝えたいと思います。はあはあ、これが大事なんですね。新一宮プロレスでは今ですね、スポンサーを募集しております。で、はい、もうね、1枚新一宮プロレス T シャツって、はい、2500円で販売なんですよ。はいはいはい。で、これを、うん、2万5000円のスポンサーになってもらえると、はいはい、この2500円の T シャツが10枚もらえてしまう。おお、意外とまあその計算通りの11枚ついてくんじゃねえのかっていう、なんかコーヒーチケットみたいにね、そういうことはありません。そういうわけではない、ね、ただ最悪、はい、損はしないんじゃない。まあ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 、そうですね。あと気持ちですしね、そのスポンサーっていう気持ちですからね。で、うん、これをね、うん、やってもらえたら非常に我々嬉しいなと。そうですね。まあ、ぶっちゃけ手元にね、1万円ちょっと入ってくるんですよ。うん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 。その仕入れっていうか、はいはいはい、T シャツを作った金額を、うんうん、はい、こうね、はい、2万5000円かさっぴいてやると、うんうん、まあ大体1万円ちょっとぐらい入ってくるんで。そういう人たちが、うん、そのね、10人とかね、うん、10社とか、ね、そうですね、いてくれれば、うん、どんどん、ね、大きくなると、うん、で5万円のスポンサーは T シャツが20万人いて、ま、マジですか。マジですか。すごいですね。まあね、一口まあ2万5000円でね、まあまあまあ、10枚なんでね。そうですね、まあ、5万円やったら20着と。まあ当たり前じゃないか、まあ、当たり前じゃないかというか、20着太っ腹ですよね、でもこれかなりね、
かなり太っ腹ですよ。10枚も同じ T シャツあったらね、はい、月に1回、うん、30日あるから足りませんねっていうね、はい、じゃあ7万5千円スポンサーですねみたいな。いやいや、で、ね、はい、さらに10万円のスポンサーっていうのがあるんですよ、うん、ここから面白いですね、うん、ちょっとね、10万円のスポンサーやってもらうと T シャツ20着にね、さすがに40着はいらないですからね、さすがに加えて ね、加えて、ここからが面白い、工業用のね、うん、オリジナルレスラーが出るんですよ。はあ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 、あのバリバリケンさんなんかね、はい、それでバリケンキットとか ね、うん、そうですね、出てますよね、ギフタンメンマンとかね、いやいやいいじゃん、出てくるんですよ、はい、でさらにね、はい、20万円のスポンサーなんかやってもらっちゃったらね、もう本当にありがたいんですよ、はい、そしたらもうとりあえず T シャツは20枚用意します、まずは。まあ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 、これ以上増えてもね、うん、まあ5万円と一緒だけど、ここから先は豪華ですからね。オリジナルレスラーが登場します。しますよね、10万円でまあ登場しましたから、ここからですよね、はい、でさらにですね、はい、試合開始前後にね、はい、そのストーリーラインにですね、ほう、まあ、よくあるベタなネタとしては助けてとかいう感じになるんですよ。ヒーローショーの時もそうなんだけど、はい、まあ、当然いつものベタな感じで言うと、うん、まあ、ベビーフェイスが一人いたり、はいはい、あとアイドルなんかが、はい、まあ、こう今回のイベントの趣旨なんかを話すと、うん、そこにスポンサーの社長さんなんかが呼ばれて、はい、で、スポンサーありがとうございますみたいな話をしていくと、はい、そこに、って、ね、登場したんですか、悪のレスラーが来るわけですよ。しかもリングの上で迫ってくるわけですよ。そうですか、社長さんドキドキですねって。そうですね、はい、でそこにまた正義のレスラーが現れて、はい、助けてもらって、はい、でバリバリケンさんなんかは結構で、はい、さらにね、はい、協賛させておきながら、はい、替え玉無料にしてくれとか言われちゃったりなんかしてね、はい、でもついついね、社長いい人だねって言って、10玉とかね、はい、いやいやいや、30ぐらい行きましょう、30って、いやいや、50とか、はい、いやもう100いっちゃいます、100いきます、社長って言って、いいわ、もう100とか言ったら、はいはい、じゃあもうこうしましょうって、はい、来た人全員、はい、プロレス見たって言ったら、替え玉無料にしてください、今日はって言って、はい、でもう盛り上がっちゃう。みんなでボールボールケンボールボールケンとか自分たちの会社の名前出せて皆さんから会場から連呼されてしまうわけですか、ね、それは気持ちいい、ね、うん、さらに、ね、うん、まだ上があるんですよ、まだある、しつこいくらいあるんですけど、いやいやいや、もしね、はい、30万円も出してくれたら、それはすごい、もうオリジナルレスラーに、はい、そのストーリーラインに加わるトークショーがあって、はい、さらに、はい、あなたのご指定の場所で、はい、我々リングを立てて試合をやってしまいますよ。出た、30万円でそれは可能なんですか。可能です。お、これはでも興行というかそこにやっちゃうことを考えると本当にもうギリというか赤というか心意気になりますよね。そうです、ね、だいぶね、まあ、我々ね、まあまあまあ、帰りのね、はい、ご飯がないから、はい、茶碗と箸を持って街をさまようわなきゃいけない。チンチンチン、ギリギリですね。見たくないですね、そんな、まあそういうね、うん、まあここまでじゃなくてもいいんで、まあ、T シャツをね、はい、10枚買ってもらってね、で10枚で、しかもそこになんか T シャツ着て集まってもらったりすると楽しいですよね。楽しいよね、みんな一度目アプローチ T シャツがね、そう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 、増えるとね、感じます。でまた近所のパーマーがね、お宅の旦那さんはあの不良グループザマスかなんて言われちゃうんですね。ね、そうそうそう、資格を送り込んできたザマスかみたいな感じ、めちゃめちゃ知る男優みたいな、自分で言ったら禁止ですね。そうですね、はい、放送ですね、公共の電波を使ってそうですね、ひな形芸人ぐらいしていたほうがいいですね。そうですね、ひな形芸人、そのぐらいドーッとね、みんな来てるんですよね、はい、いや、で、これ僕は思うんだけど、結構デザイン的に悪くないですよね、うんうん、そうなんですよ、うん、プロレスショップマッキーのね、うん、マッキーさんがね、はい、デザインしたんですよ。160キロの大男がデザインしたとは思えないぐらい。それは大男、ただのデブではない、ちゃんとプロレスボディですか、やっぱり大男上にも横にも大男です。恐ろしいですね、うん、そしてですね、最後に活動費の支援についてというページになりましたね。そうですか、はい、ああ、これですか、はい、これあの、はい、ね、山本が書いてある、あえて放送とかはね、あえて避けるんですけど、ね、あ
一時信用金庫駅に支支店って振り込んでくださいっていうね。そうですね。メンバーになってまして、うん、まあ、ここに書いてあるんですけど、うん、メンバーはボランティアで活動していますので資金物品のご支援は感謝してお受けいたしておりますっていうね、うんうん、まあ、そんな感じで、ね、物でもいいですよっていう、ね、いやらしい言い方なんです。いやいやいや、でまあ、本当でもこういうところですもんね、うん、ほとんどだから心意気でやったりとか、そう別にこうやって内側の人間が言うと嘘くさいですけど、でも本当そうですよね、うん、内側だから見えるところがね、いやー、うん、本当にね、はい、ボランティアスタッフとかね、うん、飲むお茶もね、はい、まあ、この間確保できたので、ね、あそうですね、それ以外は何もない状態なんでね、うん、まあでもな、お茶も配っちゃったかな、プロレスにはもう間に合わないかも、うん、あ飲んじゃってね、第2波はね、まあ、でもあんまりいかんか、そういうのは上手しいのかな、うん、まあ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 、まあ、今止まっとるかと思ってちょっとチェックした、ちゃんと覚えてますか、今日は何も邪魔がなくていいですね、そうですね、ちょっとライスサムとかいやいやいや、はい、ライスはね、はい、いいですよ、いいですか、ライスだ、ライスはありですか、ありです、まあ杉山さんともね、はい、昨日喋ってたんだけど、はい、万が一これでたくさん集まっちゃったら、はい、あのアイスリボンのね、はい、一宮出身の女子レスラーを、うんね、呼びたいなと、いやいやいや、うん、七夕もあるしね、そうですね、七夕用のね、そこでもまたやるわけですね、そう、今ね助成金が入ってきますって言って、あれ助成金知ってる、4月にさ、はい、もらえると思ったの、来年の4月ぐらいだった、長いな長いですね、そういうことなんですよ、なかなかね、簡単にはいきませんね、まあ、そうよく読めよっていう話なんですけど、ま、市役所の人から言わせると、まあ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 、ちょっと多分書いてありましたからね、うん、だってさ、もうこういう紙にさ字がブワーって書いてあってさ、1行ぐらいなんか来年だよって書いてあるとさ、もう読めないよね、読めないですよ、もうね、漫画にしてよとか思って漫画にしても読みたくない、ベジータとかさ出てきたりとか、ね、来年だわとか言って、ベジータが泣きながら言ってくると、ベジータ言ってるから本当わーとか、そんなに悔しかったんだなみたいな、ね、フリーザにやられてみたいな、涙流しちゃう、そうですね、ドラゴンボールネタは世代なんでマニアックなとこ行きますよね63万ですとか言ってじゃあ63万ですよ、ゴミのですよがですよ、ですよ、いや俺の支給っていうかちょうだいって言ったから同じぐらいだったんで、フリーザーと戦闘能力が一緒だって感じです、まあ今回8万5千ぐらいだったから、はい、ギニュー隊長ぐらいだね、そうですね、そうですね、ベジータもあのカエルになったギニュー隊長には優しかったですね、ねチェンジどうやマニアックだまあまあ、まあまあじゃあまあそういうことで、はい、スポンサーを募集しております、そうですね、ちゃんとね来るものもありますからね、うん、しっかりと形残るものもあるんで、ね、ちょこっとね、はい、話がね、はい、回ってきたんですけど、はい、もしかしたら、うん、某テレビ局がおうその来るという、はい、しかも、うん、2つで放送はこんなもんそれとも中継じゃないとは思うんですけど、うん、取材に来てくれて、あでまたね、稲荷公園で、はい、旗揚げ戦は、うん、東海テレビと、うん、NHK、うん、両方のカメラがガッガッと撮ってたら、あの状況がまた増田神社の前でね、あ起きるかも、そしたら、御社の看板なんかがあったら、ああ、そうか。それはちょっとそれはリアルに大きいですね。安いもんですよ。そんなね。それはあのなんだろう変な話、うん、テレビ局が修正加えたりとかしないんですか。しない。その部分は。うん。ああ。え、それはいいですね。本当にちょっとすごいですね。それは。だから夕方のニュースにもしね、うん、流れたりなんかしたらね、うん、30秒 CM とか15秒 CM 買ったと思えば。うん、T シャツ10枚だったら逆に言うと T シャツももらえてしまって、さらにその本当の意味での宣伝効果もね、うん、そう
もしよオリジナルリストが出てきちゃったね。そうですね、そのシーンなんかも放映されちゃったね。まあ、映りが来ちゃいますね。映りに出ちゃいますね。出ちゃいますね、はい、ということなんで、ぜひね、はい、何これどこなの、会社とか営業部とか、どこなんですかね。サラリーマンやったことないからな、これ。そうですね、僕もね。ダメだ、調べる気もない。そして、もうどうしようも動かないもんね。うん、だから会社の偉い人にぜひね、そうですね、聞いてください。そうですね。で、まあ、一宮の会社やったらね、もう本当社長さん自ら心意気でね、ぜひ出てきてくれるとね。はい。ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今日の放送はこれで終わります。ありがとうございます。お疲れ様です。